く来たな、スネーク。お前は予想以上によくやってくれた。あの男のお前に対する評価は正しかった。あの男？だがもういい。これ以上お前が戦う理由はない。お前の任務は終わったのだ、スネーク。任務だと？何を言ってる、カニンガム。いいだろう。説明してやる、スネーク。俺は寺院の部下ではない。何？ホックスを指揮する CIA でもない。俺の雇い主はアメリカ国防省。どういうことだ？全ては最初から仕組まれていたことだったのだ。CIA と国防省の不仲はお前も知っているな。政府予算の奪い合いのことを言ってるのか？それだけではない。1961年のキューバ侵攻作戦、北ベトナムへの秘密工作、アメリカの軍事行動に対する CIA の影響力は年を追うごとに大きくなりつつある。国防省の幹部はそれに危機感を抱いていた。そこで彼らが目をつけたのが弾道メタルギア計画だったのだ。ホックスの指揮官である人員を先導し、極秘裏にソ連に引き渡されるはずだった弾道メタルギアを強奪する。その弾道メタルギアを人員がソ連へと打ち込んだらどうなると思う？ CIA の権威は失墜し、軍部の影響力は飛躍的に増大する。わざと人員に核を使わせようとしたのか？バカな、全面核戦争になるぞ。違うな、スネーク。ジーンは所詮反逆者だ。そしてこの基地を作ったのはソ連軍。メタルギアの基礎設計も弾道メタルギアに積まれている核もソ連製だ。アメリカを非難するのは筋違いというものだよ。それに証拠は何も残らない。これが見えるか、スネーク。デイビー・クロケット。その通り、小型核砲弾だ。ソ連製だがな。ジーンが弾道メタルギアを発射した後、俺がこいつでこの基地を消滅させる。跡形も残さずにな。他の兵士たちはどうする気だ？なぜ奴らのことを心配する？奴らは俺たちの敵だぞ。ん？だがお前は違う。お前はよく任務を果たしてくれた。国防省とあの男が描いたシナリオ通りになる。シナリオ？俺たちがお前をこの半島に連れてきた本当の理由、それはお前が寺院の計画の障害になると予想されていたからだ。たった一人で敵地に潜入し、反乱軍の兵士を味方につけ、寺院が絶対に弾道メタルギアを使わなければならないように追い詰め、それができる兵士はお前しかいなかった。伝説の英雄ビッグボスしか。そして実際にお前はその通りに動いてくれた。だがもう十分だ。寺院には弾道メタルギアをソ連に向けて発射してもらわなければならない。それが国防省の計画だ。その計画までお前に邪魔されるわけにはいかない。この基地の上にヘリポートがある。ヘリに乗れ、スネーク。弾道メタルギアが予定通り発射されたら、お前を本国まで連れて行ってやる。この基地を吹き飛ばした後で元通りの英雄としてな。もっとも組織は CIA ではない。それは我慢してくれ。何の真似だ、スネーク。まだ CIA に義理立てするつもりか。奴らが CIA が俺たちホックスに何をした？過酷な任務に駆り出しておいて、負傷した俺を官職に追い込んだのは奴らだ。お前だってそうだ。奴らはお前の死を、我ら特殊部隊の母ザ・ボスを異国の地へ投げ捨て見殺しにしたではないか。ボスは二人もいらない。蛇は一人でいい。それともまさかこの半島にいるソ連兵のためか。バカ。ヘリポートに行き、お前をここから先に行かせるわけにはいかない。メタルギアを使わせるわけにはいかない。俺は俺自身の銃を尽くす。俺はボスとは違う生き方をする。いいだろう。これでお前も本物の反逆者だ。さあ、がっぷり四つと行こう。
なぜだ、スネーク。おとなしく本国に戻れば、俺もお前も軍人として最高の名誉が手に入った。なのに、こんなところで。だが、俺一人では死なんぞ。貴様らも道連れだ。よせ、カリンガム。